このゲームは引き分け以上で次のラウンドへの進出が確定します。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ、この時間はリヨン対マンチェスター、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リヨンが、北澤さん、今日は突破を決めたいところですよね。そうですね、最低引き分けでもいいので、初めは点を取られることよりも取りに行くことを優先した入りにしたいですよね。さあ前半見ていきましょう。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第5節、リヨン対マンチェスター。まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちをサッカーすることをまず心がけることですよね。なるほど、どういった立ち上がりになるんでしょうか。シルバからアグエロ、スターリング、シルバー、ロドリからマフレス、シュート、ポストの左です。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。マフレスがキープすると前にいる選手もパスを引き出そうとよく動いてますね。まあ彼が持った瞬間周りのスイッチが入って全体が流動的になりますよね。ストーンズ、シルバ、ジョアン・カンセロ、シルバ、カンセロから長いボール縦へ、デブライネ、ユスフ・コネ、このボールはカットされます。素早いパスで攻め上がっていきます。さあどこに出してくる、ベルトラン・トラオレ。前半の3分の1が経過しました。リヨン前半まだシュートまでいけていません。ルーズボール、カンセロから大きく縦へ、サイドのスペースへ走らせる、おっといいボールでしょ。さあボールはマフレス、マフレスからクロスボール、ないですね。コーナーキック、このクリアボール次へつなげたい。ロドリからスターリング、シルバからジチェンコ、デブライン、シルバ、リオン引き分け以上で突破が決まる大事な試合です。中に入れる、これはキーパー、デパイ、ここで収まる、抜けてくる、わかります、シュート、ブルーノ、ロドリ、カンセロから前に大きく入ります。シルバー、アグエロ、アグエロからスターリング、ロングボールを縦に送る、おっと、かわした、シュート、難しかったか、ここで前を抜けるか、ジチェンコから縦へのボール、ジチェンコ大きく縦へ、
サム・アウアル、ユスフ・コネ、イサム・アウアル、ボールの場合は激しいものがあります。さあ左サイドへ上げてくる、シュート、プレーっていうのはチーム全員が意識してないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。この重要な試合でまず一歩リードしています。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、サポーターも盛り上がりますよね、はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。大きくサイドチェンジ、縦へのボール、ジョアン・カンセロ、ラポルト、チェックを受けますが動じません。来ましたよ、前半が終了します。結果前半1対0、リオン先制してハーフを迎えました。リードを奪えたのが良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつチャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第5節、リオン対マンチェスター、リオンが1点先制して前半を折り返します。拾いたい、デパイ、チアゴ・メンジス、もう一つ前に行きたい、そう狙った、スターリング、デブライン、オフサイドですか。マンチェスターメンバーチェンジがあるようです。ラポルト、ジチェンコ、長いボール縦へ、プレスからボールがこぼれる、ベルトラン・トラオレ、シルバ、ここは競り勝ちます。長いボールを送ります。絶対シュート、縦を組み立てる、ストーンズ、ロドリから縦へのボール、デンベレ、スペースを狙う、ジョアン・カンセロ、長いボール縦へ、大きくサイドチェンジです。さあここからの展開、緩く狙ったボール、
マンチェスターとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。あっと危ない。さあリオンボールです。両チーム同じタイミングで動いてきます。シルバーアグロのタル、チャンスを演出できるか。これはどうだ。スターリングルーズボール。裏へのスルーパス。さあどうする。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。これが終始、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。マンチェスター、先ほどから見ていて北澤さん、サイドバックが内側に入ってくる動きをしていますよね。そうですね、こう中に動くことによって味方選手のパスコースを増やしますからね、うん、また前線の選手が奪われた時もすぐ後ろにサイドバックのフォローがいるので、はい、カウンターを置きにくいという利点もありますよね。そうですね。シルバー、さあグエロどうする。一呼吸を置きます。このまま終われるかっていうような、ね、攻撃でしたけどもね。スルーパスを狙う。抜けた。クリーだ。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。狙う狙う。いいボールだ。ベルナルド・シウバ。いい形ですよ。ドリューズボール。このまま勝利を手中に収めるのでしょうか、あるいはまだ何か起こるのでしょうか。このまま試合を終えますと決勝トーナメントへの進出が決まります。リオン、両チームともメンバー交代があるようです。いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。右サイド上がっていく。抜けてくる。うまいですね。さあ上がる。ここ拾って次につなげたいマンチェスター。さあどこに出してくる。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね、リオンとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。いけるか。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。ラポルト、ピッチの使い方広くていいですね。決勝トーナメント進出を果たしました。文句なしの突破で次のラウンドへ弾みをつけます。さあ試合が終わりました。リオとしては突破が決まってまずは一つ乗り切ったという感じでしょうね。最高のコンディションでトーナメントに入るためにもしっかり調整していってほしいですよね。そうですね。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ第5節、リオン、次のラウンドへ駒を進めます。